まあ、こだわりというか、まあ、黒糖工房っていって、まあ、お世話になった大学の農協農業大学の先生からいただいた酵母があるんですけど、それでずっと作らせてもらってるんですけどね。だからまあ飲んだ感じ甘いっていう、うまい甘い、そういった感じの酒を目指してますけど。ただやっぱり若い人が今酒離れっていうのがすごく言われてるんで、20代から30代の人たちをちょっと沿って、この工場の中でちょっといろいろパーティーみたいなことやったんですけどね。まあ、そういったことをちょっと、まあ、毎年じゃないんですけど、やりながら若い人を少し青森に、ね、目を向いてもらうようなイベントをしたいと思ってはいますけど、ちょっとやっぱそこを取り込みたいっていうのがありますね。